カラオケで順番なのに2曲同時に入れるやつ、水回りが汚そう。偏見じゃん。嫌いやろ。嫌いですけど。いるんだよね、でもね。いるんだよね。なんてだろう。多分、うまいと思ってんの。え？だから、2曲、もうこんだけ俺の歌を聴いてほしいんだって思いから2曲同時入れちゃってる。いや、そこすら考えてないよ、あいつら。あ、もう、心が体を追い越してる。順番、そうそうそう、順番関係なくもう、洋次郎スタイル。うん、そう、追い越しちゃってる。え、それ洋次郎スタイルって言うの？心が体を追い越す。洋次郎の全然前世スタイルだよ。プラビットの達也とアレヒトとテテです。ということで今回はロシアで切断された54個の腕が見つかった件についてやっていきたいと思います。まあ、僕らはね、一回やりましたよ。ビーチに切断された足が漂着する事件。それに引き続き、今回は手です。手？しかもロシアでしょ？ロシア。スルツカイの実家ある？いやいや、詳しいな。スルツカイのファン俺。ということで、このニュースは非常にショッキングなので、閲覧は自己責任でお願いします。今回のこの事件、ロシア東部シベリアの都市、ハバロフスクと中国の国境に近い人気の釣りスポットで切断された人間の手首ばかりが27組、計57個も発見されたというものです。中国怪しいな。あら、もう疑ってるやん。怪しいぞ、中国。早いぞ。ちょっと聞いてくださいね。54個の切断された手はバッグの中に入れられて発見されたが、現在のところ、詳しいことは分かっていないと。発見現場で撮影された警察の写真は雪の上に手首ばかりが山積みにされた異様な光景であると。まあ一応モザイクかかってますけど、これですね、全部手でやると。え、大丈夫？だから一応これ画像をクリックするとモザイクなしにも飛べるんですよ。マジ？僕は飛んじゃいます。マジか。顔色悪？手なのよ。手な、誰の顔？顔色悪い。ね、手なのよ。手の顔色悪いんです。お前これ手から顔色出すの？え、でもなんか手に見えないね、なんかこうやって見ると。まあ手だけだし、ね、シベリアだから多分ね、冷たさもあってミイラみたいになってると思う。もう膨張してるよね。で、この手首が発見された発見現場というのは人気の釣りスポットで人気がないというわけじゃないんですよ。しかし地元の人たちは現場で何か怪しげな出来事、不審な人物に思い当たる節はないと証言しているわけです。だから人がたくさんいるのに、いつこれが捨てられたか、誰によってやられたのかが一切わからないと。証言もないわけですね、うん、で、地元のシベリアンタイムズでは、不吉な手は誰のものなのか、いつなぜ切断されたのかと、まだ手がかりすらもつかめていない様子と報道しているらしいです。このショッキングなニュースにネットでは手首が切り落とされた理由についていくつかの仮説が囁かれています。で、この説っていうのは強盗の罰っていうものです。大量の切断された手首にある仮説が囁かれています。それは盗みを働いた罰として切断された説。イスラム圏では現在でも刑罰として強盗犯の腕が切り落とされることがごく稀にあるとか、ロシアではそのような刑罰が行われている話は聞いたことがないが、手首ばかりが切り落とされている理由としてはこれが考えられなくもないわけですよね、うん、で、またもう一つ不気味な説もあって、それは指紋から遺体の身元を分からなくするために切り落とされた手首説。要するに警察が遺体を調べた際、指紋から身元が割れ犯人にたどり着く可能性があるため、保険として切り落とされた手首ではないかというものです。現場付近からは医療用の手袋や包帯、あと病院で使用されるビニール製の靴なども見つかっているとのことで、医療関係者が肩代わり、まあ、要するに隠している可能性があるということですね。で、地元の警察はこの件についてのコメントを拒否しているそうだが、彼らは何かを知っているのではないかということで。けど死体のさ、手から指紋さ、バレないようにするんだったらさ、とんがりコーンかぶせてくれるんだよ。いやいや、食べちゃったら終わりじゃん。かぶせた時はバレない。すぐなのよ。あ、とんがりコーンかってなる。すぐすぐすぐか。あの、お前そんな指紋言ったら、もう大倉指紋来ちゃう。いやいやいや、来ると思ったよ。一緒に誰来ると思う。寺田の指紋来ちゃうよ。これでも手の世界のジモティー説あるよ。はい。え、その自分の手がちょっと気に入らなくて、うん、ちょっとポンってやって、ここが手で有名なジモティーランドだとして、そこに自分の手投げてみんな集まってくるから、うん、多分みんなでまたでも手捨てた人みんな集まってくるよ、これ。一週間後ぐらい。時間どうやって返すの？時間返せよ、マジで。体で払えよ。体で払えよ。手首で払えよ。いや、だからこれ本当に何か分かってないで、警察がやっぱコメント拒否してるわけですから、何なのかっていうことですよ。やっぱ医療現場で使われているアイテムがそこに散らばってるのが怪しいですよね。国絡みでやばいことしてる。そう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 。逆にいらない。大丈夫か。大丈夫か。聞いてられるか。まあ真面目なこと。いらな、手首だけいらなかったから、腕だけ欲しかったとか。
手首だけいらないから捨てたみたいな説もありますよね。違う、その説は別にいい、何でも言えない。なんでかが重要なわけ。それか、巨大ザメを釣ろうとして、うん、餌なんじゃん。いやいや、シベリアよ。もう、こんなん投資してしまうって、投資になっちゃうよ。無理よ。今思い出したんですけど、リプリツカヤもロシア出身でした。いやいや、何の話してんの、お前。思い出すな。何で思い出してんのということで、この件に関して何かこうじゃないかと思うような考察だったりがあれば、どんどんコメント欄に書き込んで、いや、それはこうじゃない、確かにそうかもという感じで盛り上がってください。まあ僕らはここでもうね、ノータッチになります。だって俺らより頭いいやつ山ほどいるから、ね。そう。あとはコメント欄で、ね、楽しんでもらって、はい。やっぱ動画というのは、はい、まあその僕らが動画を上げる、はい。そしてそこのコメント欄でみんなが盛り上がる。ここまでがセットですから、ね。なるほど。あとは頼みました。では次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。初めて頼まれたじゃん。何かを。そう。マイキ君です。あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうしても、はい、一緒に、はい、イミコアがやりたいと。そうなんですよ。うん、いや、ツッコミのスピード本当半端ないですよね。あれ？本人に向けてるのかなと思いました。そういうのじゃない。天才？